ずいぶん昔の動画にですねコメントをいただきましたので、えー、紹介したいと思いますマイルス・デイビスはどれくらいマッコイ・タイナーのピアノを嫌っていたのかというですね動画今から3年ぐらい前にアップしたと思うんですけども <laughs> まだあれですね見られてるんですねでその動画に、えー 先日いただいたコメントをまずは紹介したいと思います。み短いコメントですけれどもね。えっ、ー、と、ちょっと読んでいきましょうかね。デューク・ジョーダンさんからのコメントですね。デューク・ジョーダンさん、ピアニストからかな。<laughs> ピアニストデューク・ジョーダンさんかどうかわかりませんけれども、霊界からの書き込みかわかんないですけど、えー。コルトレーンのバラードのマッコイのピアノ系はよくわかる。同じピアニストとは思えない。 ととのことでしたまあ確かに、えー、コルトレーンのねでバラード弾くマッコイはねバラードコルトレーンのバラードのバックでバラードチックなピアノ弾くマッコイのピアノはねあのガンガンスタイルのマッコイとはもう全然違うと、うん、同じピアニストとは思えないというコメントでございましたデューク・ジョーダンさんさすがピアニストかどうかわかりませんけれども、えー、どうもありがとうございました であと次はですね、えー、最近のコメントですね。これは毎度おなじみ、サンジョルディさんからのコメントを紹介したいと思いますね。あの、サンジョルディさんも向井ワンダーランドにハマってるみたいで嬉しい限りです。私結構ね、向井ワンダーランドの動画すごい好きで、全部はもちろん見てないんですけど、 多分 YouTube ショーツは全部見てるんじゃないかなと思います。長い動画はね、あの全部見切れてない感じですけどもね、最近のお気に入り動画の一つですね。三十ズさんからのコメントあ。そうそうそう。これは何の動画にいただいたコメントかというと、えー、ペッパーが良くてパーカーの音が悪いと君は言うかというタイトルの、これ、ジャズという雑誌、1975年4月号のジャズに掲載されていた 一岡仁さんが書いた文章を、あ、一岡仁じゃないや、岩崎千明さんというね、オーディオ評論家の方が書いた文章を紹介した動画にいただいたコメントですね。で、えっ、ー、と、そうですね、向井ワンダーランドというね、あのピン芸人というか、まあ、お笑いの人なんですけれども、すごく特徴をつかむのうまいんですよね。で 何て言うのかなそのコメントもすごく分析もギャグマジーの分析がとっても面白くてですね、まあ、それ風にまあ、ャンジュイさんも結構研究したみたいですねちょっと読んでみましょうかね「えー、偏見このジャズマンが好きな人はこんな人だあるある」。 無加、丸、ワンダーラン、丸、三にま、向井ワンダーランドさんですけどね。風に、広島弁の混じった標準語で読んでください。と。で、米寿司すべて勝手な偏見です。これも向井ワンダーランドの動画の下にも、勝手な偏見ですって書いてあるんですけど、ま、そこもコピーしてるわけですね。マイルス・デイビスズキ。マイルス好き,好きな人ね。かっこいい人のイメージじゃね。中山すきさんが言っちゃった。 マイルスは生涯かっこいいフレーズしか吹かなかったが頭にあるんよ。じゃけえ、いつもかっこいいことしかやらないと心に決めとるんよ。それからマイルスの俺のことをジャズと呼ぶなというセリフも気に入っとるけ人からジャズがお好きなんですねと言われると低いハスキーな声で俺のことをジャズ好きと呼ぶなとかっこよくよね。マイルス好きは若い子の流行に敏感な人のイメージじゃね。大抵大きめなサングラスをかけて赤いスポークツカーに乗っとる。 駅のホームでかがんでトランペットを吹くまねや、筒のミュージックビデオみたいなステップを踏んで、ね、大抵マリーズ続きやね、そんな人いるんかいなって感じですけど。<laughs> ええ えっと、えー、マイルス好きの二人に一人はマイルスのことをマイルズと濁点をつけるんよ。マイルス好きの部屋に入るとマイルス・デビス全の想定違いが本棚にずらーっと並んどるね。あ、うちみたい。<laughs> マイルス好きはアコースティック・マイルスのアルバムはガウンを着てロッキングチェアを揺らしながら用紙を片手にスピーカーの方にしっかり向いて聴いとるね。 じゃけど、エレクトリック・マイルスのアルバムは、読書とか掃除とかをしながら BGM 的に聴いとるんよ。あ、俺のこと、ね、<laughs> まあいいええー。キリマンジャロの娘はアコースティックとエレクトリックが混じり合っとる微妙な時期じゃけど、大抵のマイルス好きは BGM 的に聴いとるね。ジョン・コルトレーン好き。コルトレーン好きな人はね、真面目な人のイメージじゃね。歩くときもきっちり右側を、石畳とかブロックを一つずつ細かく刻んで歩くんよ。 電車の中で目をつぶって、エアサックスでスケール練習しとるね。甘いもの好きで <laughs>、甘いもの好きでいつも棒付きキャンディー舐めとるイメージやね。人に今年の目標は何ですかって聞かれたらちょっと笑って、聖者になりたいって必ず言うんよ。そんな人いるかいな <laughs>。コルトレンのことをトレーンって呼ぶよね。コルトレーン好きは、コルトレーン以外のジャズマンに興味がない人が結構いるんよ。デューク・エリントン、ああ、トレンと共演したピアニストの人だね、ぐらいの認識やね。 コルトレン好きはプレスティジからインパルスまで全部好きやね。コルトレンの成長過程を楽しんで聴いちょるね。コルトレンを聴くときはソファーの上で正座してコルトレンのジャケットと同じような顔して聴くんよ。ソファーの上で正座してコルトレン聴くんだ <laughs>。没頭するタイプじゃけ休みの日に朝コルトレンのアル,アルバムを聴き出した気がついたら夕方になっとるんよ。最後にオラトゥーンジコンサート聴く頃にはうるうるになっとるね。ソニー・ドリンズ好き。 ロリンズ好きな人はね、豪快な人のイメージやね。食べるときも豪快じゃけ。カレーうどん食べるとシャツにいっぱいカレーがついちょるけど気にせんね。肩を振りながらゆっくりマイペースで歩くイメージやね。友達と歩いとっても歩くリズムがだんだんずれていくよね。<laughs> 確かに。ロリンズ好きは橋の上を通るとき必ずエアサックスをしたくなるんよ。橋の上でサックスを吹く真似をしてる人を見かけたら大抵ロリンズ好きやね。 あと、間違いやすいのは、川岸で川に向かってサイクス吹いとる人ね。あれはロリンズ好きじゃなくて、ブルージャイアント好きじゃね <laughs>。ロリンズ好きは黒縁眼鏡をかけたり、モヒカンにしたり、ヒゲを生やしたりで、風貌用変わるね。久しぶりに会うと誰だっけってなるんよ。サキソホンコロスタスは毎晩必ず聞くね。あと、ロリンズアルバム。ロリンズのアルバムでは、ロリンズのが自分のタイム感で演奏しやすいピアノレスやライブ録音が大好きじゃね。それと、50年代。 はじめのプレスティッジのサイドマンとしての演奏も楽しんどるね。出たハンクモブレーですね。ハンクモブレー好き。モブレー好きな人はね、優しい人のイメージだね。コンビニで他の人とレジのタイミングが同じだったら、あどうぞって必ず譲るね。電車の中でもお年寄りに席席すぐ席が譲れるようにお尻を座席から少しだけ浮かせとるもんね。人の、人を押しのけることが苦手じゃけ。バーゲンセールはいかんようにしとるね。 ブルーノートのモブレーが大好きでリーダー作だけではなくサイド面ンにもあったモブレーも楽しんどるねモブレーのアルバムの中ではディッピンとロールコールワークアウトが好きなんよあとケニー・ドリューのアンダーカレントのモブレーも好きじゃね それから初対面のモブレ好きにはマイルス・クインテッド時代のモブレの話は避けた方が無難じゃね。モブレ好きにとってはデリケートな話題じゃからね。確かにね。コルトレーンに負けたーなんて言われると、ちょっとモブレ好きとしてはちょっと悔しい気持ちがやっぱり湧き出てくるのかもしれませんね。でモブレ好きは通報好きが多いけ。モブレに合うトランペッターは誰かいつも考えとるね。リーモンガンかな。フレディ・ハバードかな。いや、ドナルド・バード、アート・ファーマー。うーん、ケニー・ドーハーも良いな。 っていやー、サンジョルディさんよく分析してるな、面白いな。しかも、いつも、モブレ好き、トランペッターがモブレ、誰が似合うのか、いつも考えてるって、きっとそれ、サンジョルディさんのことじゃないですか、わかんないけど。 普段からずっと考えてるんじゃないですか。うーん、ドナルド・バードもいいなーなんて。うん、でもやっぱりリーモーガンとやってる時もなー、捨てがたいよなーなんて、ずーっと一日中考えてそうじゃないですか。それを文章にしただけなのかもしれませんね。で、私は、えー、このように返信しました。向井ワンダーランド大好きです。動画はすべてさすがに点々点ですが、ショート動画の方はおそらくすべてチェックしてます。おもろいので気が向いたら動画で紹介したいと思います。と返事をしたのを今紹介してますけどね。 で、サンジョルジーさんからの返信。以前何かの動画で高野さんが向井ワンダーランドさんのことを話していらっしゃったのでコメントしてみました。で、私はこう返しました。はい、そういえば確かに何かの動画で話した記憶があります。多分、ドロシーのマスター、ドロマスさんとのやりとりかなんかで話したのかな。ちょっとおろぼえで申し訳ありませんけど。で、どうですかサンジョルジーさん的なツボですか、まあ、向井ワンダーランドは。 ツボですかとサンジュルディさん的なツボですか。私にはかなりツボりました。カッコ笑いと返事をしたらですね、サンジュルディさんからこのような返事が来ました。向井ワンダーランドさんは人間観察とギャグセンスが光っていますね。ミルクボーイと同じくらいツボです。<laughs> で私は、えー、嬉しいですと。観察力も素晴らしいですが、最後のベタで大げさな例えもツボですと。 このようにししましたけど、まあ、サンジョルディさんもやっぱり結構向井ワンダーランドさん同様人間観察がね人間観察ジャズマン観察そしてそのジャズが好きな人観察が結構秀逸ですよねだから毎回毎回動画あのね動画に投稿されたコメント見て笑わせてもらってますけれども今回も光ってましたね皆さんどうでしょう 何例えばコルトレーン好きの人、おお、当たってるわーってこと,ところがありましたでしょうか。ああ俺もソファーで正座してコルトレ聞ンいとるわ、当たっとるわーなんてね、言う人がいたら嬉しいですけどね。<laughs> まあ、そういうことで、今回はですね、えー、こういただいたコメントを2つ紹介させていただきました。いや久々のサンジュルディ節炸裂で、なかなか楽しませてもらいましたね。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。